こんにちは、レタドールマイピーです。引き続きですね、少年野球の、いいピッチャーの育て方ということで、間合いの取り方っていう部分で、お伝えをしてきました。で、まあ、実際ですね、いいテンポで、投げる、理想ではあるんですけど、やはりですね、そのいいテンポで投げるその間隔を空けずに、1、2の間合いでその実際投げていくっていうことはすごい、体力が、実際必要に、なってきます。特にですね、ピッチャーってですね、他の野手と比べてですね、全身運動で、いろんな動きからですね、いろんな、エネルギーを、使うポジションだと、思うんですよ。だからこそですよ、やはりその、少年野球であったとしてもやはり走るというですね、動作、走りながらその体力をつけるっていう関心を安定させるためでもあるんですけど、そういったその体を動かしながら筋力だったり肺活量を同時に向上させていくっていうこともやはりそのいいテンポで投げ続けるための、条件の一つというふうに、なってくると、僕は、思ってますので、そういった部分でですね、じゃあどういう走り方をしたら、そういう効果が上がりやすいのかとか、そのただ単純にダラ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 走ったとしても、本当にそれが、効果的なランニングかどうかっていうのも、分かりませんので、実際どういったことをやったらいいのかっていうところで、ちょっと今回は、2つほど、ご紹介をしたいと、思います。一旦切ります。